だってひとつの傘に君といられるから、話が弾むとき訪れた沈黙、不意に思える
一郎ロジョンとかね9名だったらちょっと考えてみるかな。風に吹かれてここをお店に初めていらっしゃった方はそんなにはいないよね、うん、あのね、まあ、店の宣伝するわけじゃないんですけど僕ね、あのだんだん会社がここからタクシー1メーターで来れるところなんで、あのしょっちゅう遊びに来させてもらってるんですけど、オープンしたばっかぐらいの頃からかな、まあ、ちょくちょく顔出してるんですけどね、最初の頃はね全然お客さんいなくて最後まで僕と金谷さんだけだったこともね、2回ぐらいあったな。で、今じゃね、こういろいろライブやったり、これもね、やっぱり、まあ、普段こう常連のお客さんなんかがね、こう、来てやってるわけなんですけれど、あの普段はね、ライブやるっていうか、お客様ライブっていうことで、いわゆる、アマチュアなんですよ。でね、いろんな催し物、こういうライブなんかもやるんですけれど、あのもちろんプロの人なんかもこのステージに立ちますし、僕みたいなのもアマチュアなんかもね、